今シーズンクラブ創設20周年を迎える 89ers。 仙台宮城に二重丸の笑顔をキャッチコピーに20周年プロジェクトをスタートさせます。記念ゲーム開催のほか、アカデミーコーチやチアが県内の幼稚園小学校を訪問するなど、さまざまな取り組みを行います。国際親善試合を皮切りにですね、今までナイナーズフープと言ってたものを少しずつ拡大していって、台湾であったりアジアっていう方々との接点になるような、我々を使ってですね、スポーツツーリズムが動かせるような交流人口を動かしていきたいなと。